2008年のシルバーストン 1000km レースでソルニエレーシングのレースカーをドライブするラグピエールラグは FIA 世界耐久選手権に参戦中のフランスカーン出身のフランスのレーシングドライバー。2013年のヨーロピアンルマンシリーズの LMP2 クラスでネルソン・パンシアティッシュとパートナーを組んで参戦し、共にチャンピオンとなっている。また、 2014年ノルマン24時間レースでは LMP2 クラスに伊原恵子とチームを組んで出場している。ラグは1994年にカートを始めて2001年のモナコカートカップで2位になりフランスエリート選手権で3位に入った。ラグは自動車レースを始めてからもカートの大会に出場し続けてきた。ラグは2003年 フォーミュラレースのフランス国内の入門カテゴリーにあたるフォーミュラルノーカンピュースに参戦することで自動車レースを始めた。そのシリーズで一勝を挙げてチャンピオンのローレンとグロッピに次ぐランキング2となる。ラグは同年のスパフラン・コルシャン24時間レースにポール・ベルモンドと組んでクライスラー・ダッジ・バイパー GTS-R で参戦した。2004年と2005年にフランスフォーミュラルノに参戦し、 両シーズンで総合順位12位と15位に入っている。2006年にスポーツカーレースを始めた後も、2007年のインターナショナルフォーミュラマスターに参戦して、オッシャースレーベンラウンドで3位に入り、年間総合順位14位となっている。2006年にポール・ベルモンド・レーシングで、ルマンシリーズとルマン24時間レースの LMP2 クラスに参戦することで、スポーツカーレースを始めた。 2007年の短期間のフォーミュラレースへの復帰の後、2008年のルマンシリーズの LMP2 クラスにソルニエレーシングで参戦し、ランキング5位に入り、ルマン24時間レースでもクラス3位に入った。2009年にシグナチュールチームに移籍した。彼らはルマン24時間レースで LMP1 クラスで9位、総合11位に入り、 ルマンシリーズでも LMP1 クラスでランキング7位に入った。2010年シーズンにシグナチュールはレースカーをローラーストンマーキン B09-60 に変更し、チームズランキング2位、ドライバーズランキング4位に入った。2011年にオークレーシングに解消したソルニエレーシングにラグは戻り、2012年にシグナテック日産と呼ばれるようになったシグナチュールチームに復帰した。 2012年のルマン24時間レースでクラス4位、総合順位10位に入っている。2013年はヨーロピアンルマンシリーズの LMP にクラスにシグナテック日産で参戦し、ドライバーズランキングとチームズランキングの両タイトルを獲得した。2014年はラルブルコンペティションでイハラケイコとリッキー・テイラーの3人組でチームを組んで出場し、総合順位14位。 l m p クラス9位に入っている。ピエールロックスキャリアスタティスティックス。driverdb.com ドライバーデータベース2012年6月19日閲覧。ありがとうございます。